長沢浄水場は日本の神奈川県川崎市多摩区にある東京都水道局の浄水場で世田谷区や目黒区、大田区など約50万人分の水を処理、供給している。敷地は約5万平方メートル。正式部署名は東京都水道局東村山浄水管理事務所長沢浄水場である。隣接して川崎市上下水道局長沢浄水場がある。 浄水場の本館は日本の建築家である山田守の衣装である。巨大なキノコのような形の柱と直線や曲線の手すりを組み合わせた光景が110メートルにも渡って連なる直線通路があり、水の宮殿という愛称もある。柱はマッシュルームコラムという建築様式で湧き上がる水を連想させる。デザインの評価も高く、ドーコミューも ジャパン選定日本におけるモダンムーブメントの建築にも選ばれている。その独特の雰囲気と東方スタジオ及び東映イクタスタジオから近いこともあって特撮作品のロケ地として多く用いられた。具体例は口実。また特徴のあるデザインを生かしファッション誌のグラビア撮影などに使われることもある。相模川水系を利用する。 川崎市管理の川崎水道経由で送水される。概ね、世田谷区、大田区の玉川沿いの定地の一部及び、目黒区の南部。なお、これらの地域も、下水道は森が先水再生センターの管轄である。など、ありがとうございます。